とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、いいものが2つ出るまでやめられません。第3弾、やっていきたいと思います。前々回、第1回はね、結構早めに終わりました。2回が、かなり長かったのよ。6時間ぐらいやっちゃったので、第3回、どれぐらいかかるんでしょうか。運が良ければほんとすぐ終わる。2周で終わる。20分ちょっとで終わるのよ。でも運が悪かったらこれもう一生終わらない可能性だってありますね。まあ、とりあえず、1周目いきましょう。ちょっとね、装備ミスったんだよな。臆病を入れてくるのを忘れてて、一発でいけるかわかんないんだけども、まあまあまあ行ってみましょう。多分大丈夫。うん、おそらくね。あ、ミスった。ああでも全然よかったわ。全然よかった。ワンパンはできなかったけどもよかった。あ、臆病を入れずともこのね、近接ダメージ 30% アップ、これで全然いけるわ。うん、ああ全然いけるじゃん。まあ、とりあえず、1周目いきましょう。まあ、気軽に行った方がね出やすいんで。あ、まあ、ハープあるよ。ハープはある。ハープの、ダイナモ貫通がついてるやつ、むちゃくちゃ強いらしいのよね、今。なんで、ダイナモ貫通ハープ欲しいっちゃ欲しいんだよね。俺なんか前持ってたみたいなんだけども、多分ね、売ってるのよね、すでに。見てみましょう。どうだ？なーか、いやいや、ダメだ。たとえね、ダイナモがついてても、貫通が1だ。これじゃ話になりません。使えないね。うん。これを売ります。では、1つ目はどれぐらいで出るんでしょうか。頑張ってみます。ん？これは、ありじゃないですか？黄金で弱体化2でしょ？ 2 は結構いいからね。で、旋風衝撃波、重力。ツタノウチは重力がすごい向いてたでしょ？でもね、重力と旋風両方意味があるかって言ったらちょっと微妙だったんだよな。でも、その時でも、まあ、非属性、もしくは虚無なんかを入れても、虚無はあんまり合わないかな。まあ、非属性はワンチャンありかな。うん、もともと毒でダメージも与えてるんで、これはワンチャンありでしょ。ツタノムチ。そこそこ使えるやつだと思うんすけどね。うん、まあ、とりあえず、これで、1個目、許してください。うん、まだ全然時間経ってない。これ3週目でこれ出てたので、まだ30分ちょっとしか経ってないんですけども、とりあえず1つ目、これ、いいんじゃないですか？使えるでしょ？ツタノムチ、ゲットです。今5週目です。出ました。出た。1時間しないうちにこれ終わっちゃったかもしんないよ。機械仕掛け。これはダメだね。きつね。クールダウンついてないね。頑丈なシュルカーアーマーついてるのよ。クールダウン真ん中に。で、これが、強いのかどうかがね、ちょっと微妙なところなんだよね。敵に囲まれた時に、確かね、ダメージが 15% ぐらい、ダウンするんじゃなかったかな。なんかそんな感じだったと思うんだけど、それに変更1がついてるんだな。と、シュルカーの弾を発射する。まあ雪玉がついてると思えばいい感じか。まあエンチャントとしては真ん中をクールダウンもちろんでしょ。で、左側を毒フォーカスで、右側を霊気にして、もう近接の怒り用の防具っていうことでどうだろう。
使えなくはないと思うんだけどね。やっぱ防具にクールダウンつくって結構稀だから、これはありでしょ。今までね、この頑丈なシュルカーはゲットしたことがね、なかったのよ、いいやつを。なんでこれを機にちょっと取って使ってみるかな。はい、まあとりあえずこれはいいでしょう、ゲットです。はい、ということで、今日はね、奇跡的に早く終わりました。1時間かかんなかったね、50分ちょっと、55分ぐらいで、終了しました。ゲットしたのがこれ。まずツタの鞭、弱体化2がついて、旋風衝撃波、重力かな、重力があればね結構使えたんで、でもそこと旋風がマッチするかどうか、そこがちょっとわからないとこだよね。今使ってるのがツタムのムチ、これなのよ。旋風衝撃波輝きガードストライクで使ってるんだけども、どうしてもね敵が寄ってこないんで重力欲しかったんだよな。なんでこれに代わる装備として今回ゲットしたツタのムチ、どうだろう、意外とありかなと思うんですけどね。そしてもう一つ、これ頑丈なシュルカーアーマーです。ドクフォーカスだね、にクールダウンとね、霊気かな、こん中だったら。霊気はだいぶ生存率が上がるんで向いてるんじゃないですかね。敵に囲まれた時に 15% ぐらいダメージをカットしてくれる。まあ強いかどうかはわかんないです、わかんない。でもまあ実際一度使ってみましょうか。全然使っていけるやつだと思うので、はい、ということで今日は奇跡的に1時間以内で2ついいものを出すことができました。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。